どうもみなさん、キミ F です。えー、ホーンテッドデモディスク2021。えー、とりあえずね、バグとかが怖かったんで、えー、ほぼほぼすべてのゲームをね、えー、まあ、起動だけさせて、まあ、こちらの、あの、ミュージアムの方からね、起動だけさせて、で、チェックを入れていったので、で、おそらく、 あと1個でチェッカー全部入り切るというところになっているんじゃないかと。ちなみにあれですね。あの、この、ここの人に多分話しかけて消えた時点でかな。あそこから始まるように、えー、なってますね。で、まあ、さっきからなんかセキュリティソフトが結構いろいろとこれはウイルスだ、これはウイルスだって、これはマルウェアだ、マルウェアだって言ってるんで、なんかまあ、ちょっと心配なんですけど、多分まあ、ゲームの、 挙動をそう見てるだけじゃないかという気はするんで、まあ、とりあえず、途中で、ああ、また、なんか、読み込んだよみたいなふうになって、あの、グだったら申し訳ございません。とりあえず、こんな感じでね、えー、1回、2回とひたすらチェックを入れていって、で、本当にね、全部の部屋にね、全部のゲームごとの、なんといいますか、全室と言いますか、 えー、設定されててねちょっとびっくりしましたねちなみにこの辺の絵の絵というかまあゲームですねゲームのかかり方はランダムで決まるみたいですねどのタイミングで決まるのかがわからないんですけど読み込んだ時点なのかそれともロードするために変わってるのかこの辺変わってないと思うんだけどな であとあのゲームだけねまだチェック入れてないのでちょっとここだけ確認して何が起こるかですねまあ一応読んではいはいはいそうこんな感じで全部作ったのすごいですよ ゲームごとにね、ここにギミックがあるとこ、ある人もありましたしね、アイテムが拾えたりとか、これを調べろってことかな。まあ、またあれですね、ここ、こうやってゲームが起動すると思うんで、そこは、まあ、カットして、えー、こちらの方に戻っていきたいと思います。ということで、えー、これでおそらくチェックが入ったんじゃないかと思うのですが、 あ、入りましたね。これで全部のゲームにチェックを入れたと思うのだが何か変化はあるだろうか。まあ、そこを探してみよう。とりあえず、まあ一回ずつ降りてってみる多分変化があるとしたら最初の回の、やっぱパスワードを入力するとことかだよな。でもこれがあんまり意味がないのだったら、 そうですね、えー。トイレのパスワードを試してみてかな。あれがパスワードかどうかも微妙なんですけども。うん。特に変化はないようだ。じゃあ、一回の。まあ、一応、この。 どうなってるかとか見るか特に変わりはないよね出れーるのかな出れなかったんですよねああ出れないな特にはそうすると絵に変化もなしまあ一回トイレ入ってみて一応ねあのあれなんですよあの メニューの方から行くクイックプレイフリープレイの方も、ハてテナハなテナハテナって項目が2つあるんですよね。ただ25本のゲームがあるって二十五25本は載ってるので、違うかな。ここはちょっとメモっておくか。アットマーク、RK98、えー、っと、メモで。 一応、なんかね、意味はあるかもしれませんからね。えーっと、R だよな、多分 RK98。ハットマークの。もう一個ぐらいなんか書いてあったよな。これか ?A かな、これ。A、A、R だよな。R、D、V か Y か。 まあとりあえず、うん。特にチェックを全部入れたからって何かが起きるわけでもないみたいなんで、あとはもうこれだよな。まあ、あとはあれですね。あのー、一応、まあ、Stream のゲームですらね、あのー、ウイルスだと判断して止めたりすることはあるのでね、ねセキュリティソフトは。 まあ大丈夫だと思うんですけど一応なんかあんまりにもちょっとプレイしづらいなっていうのがあったらそのゲームは飛ばすかもしれませんがよっぽどやりたいゲームはやると思うけどうっうわ変化があるなここ何もなかったですもんねなんかこれはあれだよなあの人だよな あのー、なんでしょうね。絵を、絵のところに入って、ゲームの中に入るから、マリオ64っぽいなと思ったけど、この上はまさにマリオ64ですね。調べられる、うん、あ、入れた。え出れるあ、出れる。よしよしよし。であな、これはおー、PS。 1じゃないんだな HPS1 なんだなこれ調べられるなえどうしようか先に調べてみるかえっとですね新しいゲームが今起動しましたねこれはおそらくチェックを入れたことで、えー、出たんでしょう ハてテナハなテナっていうのが2つあったんで、おそらくそのうちの1つかな。これが、隠しゲームがあった。一応、今その部分はカットしました。えー、それはね、えー、実際に、まあ、これフリーゲームですしね、フリーゲームというか、えー、フリーの、えー、体験版集というかなんで。 実際にこれは、えー、試してみてくださいという感じですね。ここだなっ、あと。一応、これ、あっとまく。あと。あと、ダメだ,だ。えー、っと。 あかあんかああ,あー大文字だよな RK98 クローズ近いクローズって出なかったもんな ああかちゃんと調べるだけなきゃならないか。 組み合わせるかな。うん、ちょっと待って、なんかとち。<laughs> えーっと。うん。 あうんえー、っとえー、違う 考えなきゃダメかなどっちを入力してもクローズって出たってことはあってはいるんだろうな打ち間違えてないよね。 Y って打ってるかあーそれは違うんだよなそもそも V でいいんだよなだってこれをああ違う違う ARDV を打つとこう言われるんだもんなんうん なんだろうなでもやっぱトイレはのあの字は両方関係あるんだよな隠しゲーム2つあると思うんだよな1個は出てきたからな今さっき一応これは後でみたいに言いましたけど それもツイキャッシュじゃないやつイケスでるかもしれないけど YouTube の方でやるとしたらまあ,あ,あまあ一応あれか隠しゲームとかサイトにしとくかやるかもしれませんだからうん 意味はあるあ,あ順番が逆とか,かなそれは試してなかったの確かに。 先にこっちでお成功してしまったはいあーなんか読んでる。 えっとですね。また別のウィンドウが開いて、ただこのパソコンの画面みたいなのが出てきたんですよね。あれがゲームなのか、それともまたこのあれなのかが、なんとも言えないので、そうですね。ちょっと、一旦また、えー、そうだな。うん。 ここからメニュー画面に戻れないので、たぶん、一旦、まずメニュー画面に戻って、2つ増えてるかなっていうのを確認するかな。はい。あ、ちなみにですね、これ、えー、これで、あの、オプションを開けるんですけど、うん、この時のこのね、この音ね、この音実にプレイステーションっていうのがね、あるので <laughs>、はい。それも言い,た言い忘れてた、この間。はい。 とりあえず、そうですね、えー、一旦メニューに戻ってみたいと思います。まあそこはまたカットします。はい、ということで、えー、最初のメニュー画面に戻ってきたんですけども、まあ、一応確認しますか。フリープレイ、ここからね、あのー、各体験版に行けるので、で、まあ、ここ、先にこっちをやっちゃうとバグがあるっぽいということでやめといたんですけど、で、ここにこう、 各ゲームがこう列挙されてて、で右側の,あのプレイって書いてあるところの上の四角ですね、あれがやってないやつは透明なんですね。で全部やってるんで、そこにチェックが入ってるんですけど、おそらくそこに、あのー、普通のミュージアムに行く前にチェックを入れてしまうと、ミュージアムに行った時に、えー、そちらに表示されないんじゃないかなとは思いますね。あ増えてる。 最後にこの散歩だったんですよ。でこことここ、ハテナだったんですけど、増えてるな。そうか、この2つが隠しゲームなんですね。なるほど。でも、こっからもアクセスできるので、そうですね、多分、これがあの、もう1個の絵から行くやつで、で、えー、これが、多分、 あのパソコンから行くやつなんじゃないかな。はい。えーまあ、これもね、やるときは一応、え対するに隠しだよみたいな風に入れてやろうかな。はい。ただやっぱり、あれですね、この体験版だけじゃなくて、このゲーム自体にも、ありますね。<laughs> はい、では、えー、この枠はね、 ここで終わりにしたいと思います。ちなみに、この心臓が乗ってる台、あのゲーム機が乗ってた台だな、これ。はい、えー、とりあえずね、しばらくこれで遊べるぞということで。あ、あの、Exit って勢いで押してしまったけど、まあ、しばらくね、これで遊べるぞということでね、遊んでいきたいと思いますので、えー、 よろしかったら、すみません、真っ暗なんですけど、えー、お付き合いください。えー、それでは、えー、真っ暗でごめんなさいね、終了いたします。どうも、お付き合いいただきありがとうございました。